7月31日に第4話が放送される、真夏のシンデレラ、フジテレビ系。初回放送時には、先が読めそうな恋愛模様に王道ラブコメの印象を抱いた視聴者が多かったようだが、ここに来て、恋愛以外の部分で想像もしなかった展開が起き始めている。今回は、なぜか気になって仕方がない、真夏のシンデレラの意外なエピソードを4つ振り返っていきたい。1つ目は、第3話まで見ても匠、官能かえで玉の気持ちが全く見えないために、なかなか恋の当て馬、ポジションに浮上してこないということ。第1話では夏美、森七菜のことを女として見たことがないと振った匠だが、なぜか定期的に剣と間宮祥太郎に対して敵意を見せる。さらに第2話では夏美を夏祭りに誘い、小さいから見えないなどと言いながら手を握った。そうかと思えば、偶然あったかな。桜雪のことで頭がいっぱいになり、不機嫌になって勝手に夏美の前から姿を消してしまった。その後、カナに何度も電話をかけたかと思えば、そこに居合わせた夏美に同意もないままキスをする。この時点で、匠はカナが好きなのか夏美が好きなのかはっきりしてほしいと視聴者はやきもき。第3話ではピンチの夏美を救うなど頼りになる姿を見せるが、これで匠の気持ちが固まったとは言えないだろう。匠が夏美に対して抱いている恋愛以前の感情が何なのか、未だ明かされないことが作品のスパイスになっている。二つ目は、これまで剣との家庭のギスギスした空気との対比で仲良し家族のように描かれてきた夏美の家庭が思った以上に深刻な環境かもしれないということ。第3話で、父親の寮、山口智光は夏美がサップの大会で沖縄に行くために貯金していた飛行機代とホテル代を友人のために使ってしまい、夏美が夢を諦めなくてはならなくなるという事態に。この一件までは、家族の面倒見がよく料理上手な頑張り屋かと思われていた夏美が、実はヤングケアラーなのではないかという疑念に変わり始める。シンデレラを下敷きにした元作が伝えたいメッセージについて改めて考えさせられた。三つ目は、江ノ島と東京の位置関係だ。ケントや守り、白浜嵐、おさむ、萩原敏久らの住む東京からは、すぐ会いに行けするといえば行ける距離の江ノ島。だがいざとなると、やはりそんなに近くはなかった。この微妙な位置関係は、愛理、吉川愛が家に戻れずに守りの家、実際はおさむの家だったに泊まったことや、台風の日にケントが駆けつける前に匠が夏海の家についていたなど、恋愛に思わぬハプニングをもたらすきっかけにもなっている。東京を舞台にした群像劇では成し得ない夏らしさが演出できることからも、江ノ島という舞台設定は、真夏のシンデレラで重要な役割を持つ。そして最後は、宗助、水上工事が実は小児科医だったというエピソードだ。リサ、三村沢が熱を出した息子を連れて病院に行くと、診察室にはライフセーバーだったはずの宗助の姿が、あえて、早川先生、小倉さんと呼び合う二人にドキドキ、実は医師だったという頼もしさにもドキドキという驚きの展開となった。なぜ宗助が医師をしながらライフセーバーをしているのかは明かされていないものの、この先、宗助の背景を語るエピソードがあるのかも楽しみなポイントだろう。夏美だけでなく、リサや愛理の恋も進展し始めた、真夏のシンデレラ。これからも予測不能の展開は続きそうだ。